おはようございます。ニューヨークから酒井です。今日は6月20日ということで土曜日です。とても気持ちいい朝、ここに映っているのは僕のガーデニング。もうだいぶね、お花も咲いてるものもあります。それから豆がね、お花咲いた後だいぶできて、今日は後で豆をこう収穫して、朝のスープを作りたいと思います。後で映像載せますので見てね。はい、それからまあね、豆以外にもケールもだいぶ立派になったので、ケールも毎日食べています。とっても美味しいです。今ね、映ってるこれスクワッシュって言います。それからズッキーニとも言いますね。今日こんないい空でございます。このお花、朝顔だと思って買ったら朝顔に似てるけど近かったです。これはジニーで、これはね、豆です。それから、スクワッシュ、まだ他にいろいろあります。どっちゃおかに食べれるよ、もう。はい、あ、綺麗に取れない、片手じゃ無理。初めて豆を収穫したので、ケールと豆でスープ入れて食べます。はい、今日の朝のスープのレシピ、ケール、取りたてのケール、それから、お豆さん、ピーエ、それからしめじ、プチトマト、パプリカ、生姜、ニンニク、ネギ、これらを基本的に塩、ちょっとねタバスコなんか入って美味しく作ってます。今日は野菜をいっぱい投入して、塩、胡椒、ちょっとタバスコをちょっと入れてるんです。で、少し隠し味の出汁が入ってます。で、オリーブオイル、朝のスペシャルスープです、今日の。はい、今日の朝のスペシャルスープ出来上がりということで、今日は大体いつも大体こんなのコンタで、ございます。豆、チクピー、キドニー、ビーン、からアーモンドとかね、なんちゅうのかな、いろいろ。ケフィアとかね、ヨーグル、飲むヨーグルトで、果物をいつも取ってます。今日も見てくれてありがとう。コメント、高評価、チャンネル登録よろしくね。